お互い第二外国語で喋ってるから聞き取りにくいし、現地採用の身分からしたらもう引く身の見物、うん、通訳返さずにやると打ち解けられるし、まあ、全然かっこいいというよりかは泥臭いね、お仕事もいっぱいあるし。ということで今日は佐竹との対談になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、弊社はですね、全員海外で仕事をした経験があるということで、今日は海外でのお仕事について、お伝えできればなと思います。はい、でまず私なんですけれども、本当に最初正社員になりたての頃はですね、上海で現地採用で上海のローカルのフォワーダーで働かせていただいた経験があります。佐竹はですね、ベトナムで、駐在をした経験がありまして、何年でしたっけ？4年間ですね。4年間、はい、4年間ベトナムに駐在していたということで、現地採用の、見方と、駐在でのね、見方というか、そういうのをね、話していきたいと思います。はい、まあ、でも求職者さんとね、こう結構いろいろと話する中で、海外のどうなんですかって多くないですか？うん、すごい多いです。結構聞かれますよね。うん、多いです。すごいいいことだと思います。うん、だから今日ちょっとこんなね、海外の話少し交えながらちょっといろいろ話せればなというふうに思ってます。はい、そうですね、まず私の現地採用での、感想なんですけれども、まあ多分皆さん思われてる、ご存知だと思うんですけれども、待遇が全然違う。駐在だとやっぱり日本でお給料をもらいながら駐在手当ももらって、会社さんによってはちゃんと運転手がついていて、あとはマンション、もうすごいいいマンションを会社で借りていて、もう家賃全額会社負担とか、もうすごい現地採用の身分からしたらもう引く身の見物、もう羨ましいの一言でしたね。鏡の見物は一応してないですけどまあそうかもしれないですよね、はい、ちょっとそこら辺の待遇は違うと思います。全然違いますね、うん、逆に何か駐在員としてこう苦労した経験とかあります？それいっぱいありますよ、もういろいろともういいことばっかりじゃないですし、まあ最初ね、見え方はかっこいいかもしれないけど、まあ、全然かっこいいというよりかは泥臭いね、お仕事もいっぱいあるし、まあそれがまた自分をね、こう成長させるあれにもなると思うし、まあ誰にも聞けないですしね、自分でいろいろとコントロールしていかなきゃいけないし、まあどういう立場で行くのかっていうところもありますけれども、まあいろいろ大変な面はありますね。まあ大変なことはね、いろいろあるし、まあ知らない土地なんで、まず言葉が、まあどうやったら伝えたらいいのか、まあ僕なんか幸いね、こう現地のスタッフなんかは日本語を喋る人が多かったから、そういう意味ではそこまで弊害はなかったですけど、まあ一つ外に出てね、商談ってなるとやっぱり日本語通じないで、毎回ね、通訳としてスタッフを連れていくわけにもいかないという時にはやっぱり言葉が必要になってくる時があるから、でね、お互い第二外国語で喋ってるから聞き取りにくいし、自分の言ってることも多分正確じゃないから相手に聞き取りにくかったりとか、まあ、そういうジレンマは、まあ、多分海外駐在してる人は多分みんなあると思うんですけど、そうですね、ちなみにベトナムってベトナム語だと思うんですけれども、はい、日常生活はどうしてたんですか？すっごい簡単なことだけはベトナム語ちょっと話すようにはしてました。あ、うん、なるほど、例えばお釣りがとか、これいくらなのかとか、まあ、そういう簡単な、言葉、まあ、少しこう馴染もうとこっちはするわけなんですけど、ちょっとあの言葉難しすぎて僕は全然ダメで、確かにね、すごい難しいイメージがあって、じゃあ逆に英語って通じるんですか？まあ、通じるところはあるしね、工場行った時とかね、まあ、船会社の方々とかそれなりにやっぱりね喋ってくるから、そういう意味では通訳返さずにやると打ち解けられるし、だから結構いろいろお食事行ったりはしましたよ。はい、で、まあ、帰ってくるってなると、まあ、私は現地採用だから駐在の気持ちってちょっとわからないというか、その帰ってきた時に待遇ってどうなるのかなって、例えば駐在員っていうのは日本でお給料もらって、その駐在手当とか国によっては危険手当とかで
結構お給料もらえるから、うん、で帰ってきた時じゃあその駐在手当がなくなった分ってどうなるんですか。その、まあ、会社によるんじゃないですかね。そこはどういう風な、ね、待遇で帰国を迎え入れるのかとか、まあ、その辺は全然会社さんによって、ね、違うと思うし、だけどまあ海外駐在してるとね、その手当っていうのがあるのでその分は多くもらえるし、まあ、僕なんか物価が安い国だったから、うん、日本食さえ食べなければまあ安くは済みますと。で幸い食事も美味しかったし、全然不自由はなかったので、まあ、そこはありがたいなと思ってますね。今回はですね、駐在のお話を、お伝えいたしました。もし何かご質問がありましたらお気軽にあのホームページからお問い合わせいただければと思います。あと YouTube のコメント欄もぜひご質問お待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。それではありがとうございました。ありがとうございました。この放送は貿易国際物流の業界に特化した転職エージェント株式会社 HPS リンクの提供でお送りしました。世界と渡り合う貿易の業界でワンランク上の転職サービスをお求めの方は HPS リンクで検索ください。皆様からの転職のご相談をお待ちしております。